お疲れ様です。今日ですね、こちらのマイティー小勝やっていきます。ということで、さあ久々小勝ちゃんね、やってきます。で、新シーズンに、ね、なったんですけども、まあ、環境自体がね、そんな変わってないかなと言ったところで、まあ、今まで強かったデッキは何でも強いよと言ったとこですね。はい、で、シーズン始まってすぐ今、世界トップ10のうち、3人が小勝なんですよ。はい、で、2人がマイティー小勝で、1人がね、このトルネ小勝いるんで、まあ、トルネってね、絶対施設の方が強いやろと思うんですけど、まあちょっと興味ある方いましたらね、このナイトギャングプリンの昔あったね、はい、トルネコカツも、まあ、ぜひやってみてくださいというわけで、まあ僕は圧倒的施設派ですけど、まあテスラとかインフェとか、はい、まあナイト型を使うならね、なんかおすすめかなと思うんですけど、まあ一番はね、やっぱこのマイティコカツね、取ります。強いです。もうマイティが壊れなんで、明らかに。さあよろしく。まあ、マイティいるだけでね、このゴブリンバレルのサイクルも速くなるんで、本当はね、低コストを割いて回転でね、頑張ってゴブリンバレル2周目を刺す、ウッド持ち、ヤナメ持ちには頑張るみたいなのをやるはずなんですけど、もうチャンピオンでサイクル崩れるんで、勝手になんかね、ゴブリンバレル刺さっていくやんっていうことが起きるんで、チャンピオンあるとね。はい。そんな、相手がウッド使ってから何枚割いたかなとか考える必要がないっていうのが、まあチャンピオンの強みですよね。さあ、というわけで、もうこれに間に合わないんですよね、ヤナメが。はい。回るの早すぎだろっていう。さあ、ヤナメザップ。あ、だからマイティ使ってねえから今のは関係ねえのかな、あれ。わかんないんですけど。アイスピゴブリンだけでも回転早いですからね。さあ、で、アチャクイは、まあ俺が削ってるこれ逆ではあるんですけど、まあ、ロキ打っていい気がしますね。別に1ヤードしか取られないし、意外とアチャクイ抜けっていうのが、この枯渇だとちょっとだるい気がする。まあマイティで頑張るとかはありかな。と思いますが、さあ、まあヤナメこれ相手打ちたいと思うんですけど、まあ打ったら打ったで、俺のゴブリンバレルどうすんのってなるんで、まあライトニングとかの可能性もある。さあこれはメガナイトをマイティで受けて、ミニペッカーはこのゴブリンで受けたいんですけども、まあまあそういう日もある。これにアイスピとかセットをしとくと嫌そうじゃね。このアイスピゴブリンで削りたい、延命したい。はい、ヤナメ使ってくれるかな。マイティあるんで、まあラム来てもマイティウッドとかで処理できるかな。はい、で、ハシマヤプリンはもうチートです。はい、合法チートです。クララの公式に許されてます。何も文句言われません。はい、マジでただただ強い技。お、これなんかよいしょいや、え、ゴブリンとか言うの入った今。バレルもなんか困ったら防衛に投げときゃいいんじゃねっていう思いがある。さあ、アイスピも強いですね。まあ、こっからはね、ロケット打って削るもあるし、まあ、なんでもいいか。一旦投げて、お、さすがにこれはロケですね。ロケもダメージ落ちましたね。1756、44、44パ ?44 パな。おー、あれか、ターレベが13だからですね。500ねえのかと思ったんですけど、カンストでも500ねえか。でもマイティアイスピガチ壊れっすよ。すべて止まるんで。止まんなかった。すべて止まるんで、全然止まんなかったけど。まあでも、これ絶対何かは入るやろ。さあ、すべてが入りそう。はい、強すぎ。いや、このデッキに関しては、その、単純にデッキ完成度が高いかつ、今までのテスラ枯渇、ナイト枯渇、何インフェ枯渇あの辺の枯渇、まあ、昔からある枯渇よりも、もうデッキパワーが違いますね。明らかに違います。はい。なんで、もう本当今までの、まあ、チャンピオン持ってない方とかもやっぱいるとは思うんですけど、コリコリランド、幸せな国そうだな。知らんけど。そう、あのチャンピオン持ってない方が初めて、今まで枯渇ね、使ってる方が初めてマイティコカツ使ったら、めっちゃ勝てるやんっていう
症状に陥るんじゃないかなと思ってるぐらい、使ってみてほしいね。今までこうやって使ったことある方とかは特に、マジで強い。さあこれスケラとかなのかな、ダクネがいるのが珍しすぎて。いて、ジャイダクネっすよ。矢沢のジャイスケラ、いやでもスケラだったら雪玉か、ジャイスケラか、まあ、ジャイスパーの可能性も、まあ、あとジャイバルーンとか、まあまあでもジャイスケラ、いやでも絶対雪だな、まあ、ただのジャイもあるっすね、普通にジャイディガ的なねパターンもありそうですけど、まあ一旦ね参考するんで、大砲の強みは躊躇なくみんな宝石で置くじゃないですか、もう大砲もそんぐらいでね置いちゃっていいです、参考するんで。はい、参考するだからみんな、よいしょ、おー、さあバルーンが来る、俺のなんか読みというかね勘は若干あってはいたっすね、ザップなんでスケラではねえかなって、なんならバルーンって言ってたか、さあ、あれちょっとでも嫌っすね。ちょっと嫌だな。ヤーズアップなんで、まあ、プリンちゃんを生かしたいね。俺は。まあ、後ろ、おお。さあ、これはまた独特なね、攻めが。怖いですけど。ここでザップとか来たらね、今だいぶ危なかったっすね。まあでもスケベもバルキリーも咲いたんで、これは、いいですよね。気持ちよく入ってくれそう。ジャイバルか。マジやばいね。強えんだけど。いいデッキすぎる。さあ、ウッド使っちゃうと、みたいなね。とこはややあるけど。ロケ打っちゃうか。さあスケブにもたまたま当たってく、ロケ打っちゃあんたバルーンどうすんのってなると思うんですけど、まあなんとかなるっしょ。回せばなんとかなるんじゃねっていう思い、なんか対応強いしな別に。よいしょ。さあ、いやなんかねこの低コストすごい回るんですよね、この2つって。前まではねギャングとか縦線みたいな、まあそれでも早かったんですけど、2コス3コス施設、これやばいんだよな。完成されてる。さあまあこういうのもやばいんで、でも正直てか矢波外してないんだよ、気のせい、なんか矢波が外れてる気がします。ロケ2発回すのはね危ない気がするんですよね。なんでまあ一旦ね、この攻めだけでもなんか嫌だね。これでも矢の雨、これスケベ来てもいいようにずっと打ちました。はい、ウッドが決まりましてのロケ圏内ですね。さあなんで、まあ、今回ヤザップでスケブがねちょっと厄介だったんですよ。攻めウッド打たなきゃやっぱダメージがなかなか入りにくいって言ったところで、ヤナム使ったらスケブ来るよねってなるじゃないですか。なんでもうそこね、はい、狙ってのウッディで勝利という感じね。いやマジプリンセスなんかマイティが出てた時よ、バレル飛ばしてアイスピウッド大砲でもう一回バレル、アイスピウッドプリンセスもう一回バレルができるんですよ。だからこれがやばいね、チャンピオンサイクル。これ意識してできるようになるとほんと世界一桁とかねいけるコカ使いになれるんじゃねえかなっていう。俺は無理ですけど、ふぅよろしく。もうなんか来たらいいなの。ああマジでちょっと待ってからウッドすればね今。すごい美味しい盤面になりそうだったのに。さあこれは
タルボスギャーね、キングキャオされるでしょっていう。ゴレか、まあ、LJ か。スケキン見えたんで、チェーンスケラの可能性もあるかなと。今度は早めにね。スケキンもね、本体やられたらね、別に意味ないんだよね。さあ、というわけで、今回の相手はスケラか。まあ、対スケラは、ハシマイプリンしたい。てか、大砲は先置き置いて、うん、先置きして、なんかもう、なんとでもなりそう。問題はね、キング起動されたくない。俺は。うん。こう、墓石に打っとった方がいいですね。なぜなら、ハシマイプリンができるようになるんで。さあ、スケキン、強いよー。強いよまあ端前止めでもいいけど端前止めじゃなくてもいいみたいなのありそう。フェニ型ね。さあどうしようこれ。ロケ削りなんのかな。ロケ削り削れる。ちょっと弱くなっちゃったんですよね、ロケが。だいぶ前の修正かなんかで。ラムが。恥ずかしい。失礼。さあ、問題でも、これ削んなきゃいけないんだ、俺。よいしょ。さあ。ね、これはねこれ、まあ、どっちでもいいんですけど削りたい。ただただ削りたいんで、攻めてあげて、こっちの方が痛いとかやん。卵生まれるな。いや生まれてもいいけどプリンセスそっち向いちゃダメや。これマイティ連れてくるか。うん。そういえばこいつ潜れたんでね。はい。フェニックスいたかんな。フェニックスがちょっとめんどくさい気がする、今回。サスケラ用に。まあ、ゴブリン出してもよかったかもね。うわぁ、結構痛えな。ロケでも削るしかなくなりました。しゃあなしで。もう何も考えずロケ打っていきます。見たいの？いやーいいダメージが入りますね。いやプリンセス使ったらこれめっちゃ幸せです。削りたい。おい危ねー。うまっ。ふーさん、さあ危なかったですね、これ。もうちょっと前からロケ削り始めてたら楽になってた気がしました。まあ、ロケ削り弱くなった。とはいえ、ロケで削らなきゃやっぱ勝てない試合も多いと思うんで、まあ、いかにダメージを抑えれるかみたいなところが大事にはなってきそう。さあ、ロケットを打ちたいがない。残念。さあ、まあ、プリン出して。いた。これ囲めねえかな。いやスケルトン多すぎん。あ、じゃあ待って、やばいやばい。じゃあ待って、やめてほしい、やめてほしい。うっ、うー痛すぎる。どういうこと、ちょっと待ってよ。おいおい、いいやん。よいしょ。
さあまあこれは耐えたい。おマジでネクロホグに負ける。いやこれホグ来たらやなめもあんのか。やめてほしい、やめてほしい。ちょっと待って、本当に流れが悪すぎてやばい。よしよしよし、はい、もうこれで守れますから全然ね。よし、まあさっきのはね知らないんで、相手のサプライズにやられちゃったって話だけなんでね、もうこっから負けないっすよ。エリババネクロっしょ、ホグっしょ。デッキ分かったんでね、デッキ分かってからが本番だからな。はい、うぅ、アイスピーいらんかったな。エリババヤナメがちょっと嫌じゃしてんな。おい、ゴブリン強すぎ。これでもダメージ追いついてる。ケツネクロが来そう。来たらロケ打ちたい。ファルチェでした。同じようなもんか。お、ファルチェね、今、お、やばい、お前そんな、うっ、危ねえ。ステイしすぎやろ、同じところで。さあ、で、これは、ホグをこっちサイドに来させて、ルート強制して無理やり大砲に連れていくみたいなね。ああ、勝手に行くっすね。なるほどね。そういう感じね。ゴブネイ。さあ、攻めたことによって、ゴブリンバレルを使わして、このプリンセスで守れていくよと。これもロケゲンないっすね。よいしょ。さあ、守って、勝ちですよと。いうわけで、危ねえ。やべえ、デッキに。行かれるとこだったな、これ。さすがに、さすがにやばい。エリババヤナメに負けたらちょっと恥ずかしかったな。まあさすがに強いね。で、後半の追い上げとかも、このデッキだからこそというか、勢いを感じる。やっちゃって。さあもうこれでだってゴブリンバレル投げればいい話で、こういう時基本ゴブリンとかあると後ろとか来ちゃうんでね。はい、前に投げていく。あ、着衣か。クロスとかだったら嫌だね。え？アイスピー。あいつ透明なあれが見えたんだよ。うわ、ロイプなんだっちったん、あいつ。さあ、着衣ロイプか。まあ、なんとかなりそうだな。あの大砲、嫌っすね。あそこの大砲の位置。足前プリンしてんもん。できんやんっていう。足前プリンさせてほしい。うん。さあ、まあ、ウッドで削りながらって感じかな。デリバリーがあるっすよね、着衣ロフグって。ああ、るっすよね。さあ、ファイスピーカンプ。うん、でプリンセスが最強。おう、まあ相手クエイクなんで。お、バレると間違えてデリバの落ちんか。さすがに。クエイクなんで、大砲をね、この右上の位置にしたいね。けど。出しにくい。足前プリンとここの位置の大砲先置きでもいいかもね。さては、
ット使ったけど、まあ、デリカスケファイスピで完封があるんで。おお、ミスってるミスってる、おつおつ、なんかミスってるミスってるって、なんか嫌なやつ見てたな仕方ねえよ。あーでかいねいやこれ普通に勝てるか分かんねえから、いやマジでこういう試合になっちゃうんだもん。でこれはまあ、あ、え、なにこれ、どういうことマジで意味分かんなかった一瞬。よいしょ、さあロケ防衛が強いですね。ロケ防衛してウッド削り、やだ、マイティケツ流ししたい。おプリンが入ってる、そう、まあ、圧着いはなんとかならんかな。おお、いやいいぐらいだ、めちゃんこいいぐらいの脅威になってる。さあでこれも低めで相手すげえぐらいウッド打ってくるっすね。よいしょ、さあなんでもうロケ圏内ですね。あぶねえ、よいしょ、なんかねもっと高めの逆サイ大砲プラスのアイスピでね完封とかをできると勝ちやすくなるかもしれない。さあモハメドではなくアハメドね、一発負けたくないんだ俺は。よい、さあ次、あーマスケだと26の可能性が出てくるっすよね。何ホグですかい、あこれやっつけるっすよあれ多分。いや強すぎ、おしまいプリント、あ俺の思ってる感じのデッキじゃねえな、これホグ釣れるんすけど、これスケバレスケバレ、何スケバレホグね、足前プリン行きてえけどな、絶対行ったらダメですね。うわーロケ砲だ、メガネトーク的な感じなんかな。可能性的には、こっちのダクプリ、お、あー、いやいいスケバレだなこれプリプリホグスケバレね、いやウッド4枚欲しいな俺、このアイスピの枠とロケットの枠ウッドにしても強そう。やめまでしっかり持ってるよね。さあこれもまたなんか戦いにきいな、おい、まあ、橋のプリンで削るが一番手っ取り早い。はい、まあ釣れねえかな、だからウッドがなかったと思うんで、ザップとかね、それに関しては、まあ、幸せかな。あこれウッド使ってやべえんだよ、さあまあでも先置き大砲これ左寄りに置いといたら相手もホグ出せないやんって話なんで、出てきそう、ロケ砲やばいなこれ本気で、ロケ打ちてえな、まあでもちょっとずつ流れが俺に来てる、まあ、マイティ潜っても良さそうだけど、
さあ、俺はロケットあるんで、正直いやー、いい守ってしまえばみたいなところはねちょっとある。さあ、プリンセスがだんだん溜まってきてる。いや、めっちゃいますけどな。さあ、でもこれプリンがいる間のバレるよね。台本も置いとこう、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 置いとこう。最強だからな。まあ、負け筋は、まあ、ロケ砲かな。どうだろう。突破されなきゃいいかんね、結局。やべ、負け筋、嘘だろ。びっくりした、マジ。綺麗な負け筋を作ってるやついたっすね、今。まあ、スケバレ早めに落として、ロケットも撃っちゃって、大砲もいっぱい置いて。さあ、プリプリホグっすね。まれにいるね。なんかプリプリスケラーとかね、はい、JPP とかありますけど、たまにいるやつでした。はい、というわけでこちらマイティ枯渇、ぜひ皆さんやってみてください。こっちも忘れずに。ではお疲れ様でした。またね。